シンゴ、転校することになった。え、転校？うん、パパの仕事の都合で東京に行くことになったの。え、マジ？ずっと嫌って言い続けたんだけど、仕事だからどうしようもなくて。そりゃ、そうだよな。いつ行くんだ？もうあと1週間くらい。え、マジで？一緒に中学卒業したかったね。急すぎるよ。ごめんね。もっと早く言いたかったんだけど、言うタイミングとかなくて。そうか。葵には言ってる？うん、葵には1ヶ月前に伝えた。さすが親友だな。うん、慎吾と一緒の高校行きたかったな。俺もそう思ってた。てか、行けると思ってた。ごめん、今からお風呂入るから。また明日話するね。うん。10分後。葵、今聞いたよ。ミサの転校の話。あ、聞いたんだ。ミサやっと言い出せたんだね。あと1週間とか早すぎだろ。マジで頭の整理できない。そうだよね。いなくなる実感ない。わかる。てか、葵は辛いだろうな。親友がいなくなるんだから。うん。でも私より慎吾でしょ。え？ミサのこと好きなんでしょ。いや、それは。隠さなくてもいいよ。見ていればわかるから。え、そんなにバレバレ？うん、バレバレ。マジか、恥ずかしいわ。どうするの？告白するの？いや、迷ってる。え、まさかそのまま放置？いや、どうしようかな。卒業式のタイミングでやろうかなって俺は密かに計画してたんだけど、振られたら嫌らしい。確かに、振られたらショックだね。だよな。ミサって俺のこと好きなのかな？え？親友なんだろ？知らない？どうなんだろう。実はそんな話はあまりしないの。そっか。なんか急すぎたし、もし告白しても付き合えても遠距離になるしな。確かにそうだね。俺マジでついてないわ。てかそもそも脈なしなのかもな。どうしてそう思うの？だってあと1週間で引っ越しだろ。親友の葵には1ヶ月前に教えてるのに、俺には1週間だろ。本当に好きならもっと前に伝えるよな。どうだろうね。ごめんな、めめしくて。相当へこむわ。1週間後。バイバイシンゴ、本当にありがとうね。もっとお話したかった。おお、ミサ、同じ国内にいるんだし、また会えるよな。うん、そうだね。大好きだったよ。え、大好きって？ううん、なんでもない。友達として？そうしとく。うん。はい、もうおしまい。元気でやるんだよ。お、ありがとう。ミサも元気でな。数時間後。なあ、葵、今送ったスクショ見て。さっきミサとやりとりしたやつ。見たよ。大好きって言われたんだけど、これってどういう意味？もしかして俺たちって両思い？違うと思う。マジか。冗談的なやつ。友達としてってことだと思うよ。なんだよ。期待した俺がバカだったわ。ねえ、本当にミサが好きなの？好きだな。明日からいないなんてマジで考えられないわ。そっか、そうだよね。葵も辛いよな、ミサがいないのは。うん、辛い。いろんな意味で辛い。いろんな意味？知らなくていいこともあるよ。ねえ、どういうこと？いいの。とりあえず明日からミサいないし、寂しいから一緒に帰ってよ。俺と葵で？うん。ダメ？全然問題ないよ。やった。葵って友達少ないっけ？うるさい。半年後。ねえシンゴ。ん？どうした葵？あと1週間で中学卒業だけど、どういう気持ち？どうって？気持ちの変化とかある？別にないよ。ここも地元の高校に行くし、ほぼ中学と同じメンツだしな。そうだね。私も同じ高校だし、クラス同じだったらいいね。確かにな。ねえ、ミサのことまだ好き？どうしたんだ急に。最近 LINE とかしてるの？いや、最近は頻度も減ったな。なんか勉強が忙しいらしくて。そうなんだね。でも告白はするよ。え？もともとそれは決めてたしな。中学卒業の時に告白するって。でも遠距離だよね。それは分かってる。でもけじめはつけたい。このままだと先進めないし。じゃあ私もけじめつけなきゃね。ん？私、慎吾のことが好き。え？急でびっくりしたよね。
それにずっと黙っててごめんね。私ね、慎吾のことが大好きなの。それって、うん、もちろん恋愛の意味だよ。俺、うん、わかってる。慎吾はミサが好きだもんね。それもずっとわかってた。ちなみに言っておくとね、ミサも慎吾のこと好きだよ。これも黙っててごめんね。ミサの親友として最悪だよね。二人はアシストできなかった。私が慎吾と付き合いたかった。だからミサが引っ越した時、心の中でガッツポーズしたんだ。これで二人は付き合わないって、そう思ったの。最低だよね。青い。そこからなんとなく付き合えると思った。でもいくらアピールしても慎吾は振り向いてくれない。私といる時でもいつもミサの話だし、諦めなきゃいけないと思った。だから私もけじめつけた。振られると分かってて告白したの。さようなら慎吾。一週間後告白するんだよね。うん。付き合えるといいね、ミサと。ありがとう。一週間後、ミサ、中学卒業おめでとう。慎吾もおめでとう。昨日言ってた大事な話なんだけど。ああ、そうそう。実は私も慎吾に黙ってたことあるの。え、何？私のは後でいいから。いや、先どうぞ。なんか恥ずかしいな。お願いします。わかった。じゃあ言うよ。うん。彼氏ができたんだ。え？なんか塾に通い出したんだけど、そこに高校生の人がいてね。すっごい話しかけてくる人で、初めの方は無視してたんだけど、どうしても LINE 交換したいってしつこいから交換したの。そしたら結構面白くていい人で、二人で出かけることになって、そこで告白されたの。マジかよ。別に好きじゃなかったんだけど、告白なんか人生で初めてされたし、早く彼氏欲しかったのもあって、あんまり考えずに OK しちゃったの。え？それがつい数日前でさ。数日前？今日が付き合ってから初デートで、相手の家に行くことになったの。いきなり家？うん。あんまりわからないけど、付き合ってるんだし、多分そういうことするよね。いや、俺はわからない。あの、キスはしたことないよな。したよ。え？告白 OK した時に抱きしめられて、それでキスされた。さすが高校生だな。高校生って言っても、来年度からは大学生だけどね。マジ？そんなに年上なの？うん。すっごくイケメンなの？高校でファンクラブあるくらい人気。絶対イケメンじゃん。ちなみに今その彼氏のことは好き？ここ数日ですごく意識し始めた。それに好きじゃなかったら家には行かないよ。そうだよな。おめでとう。ありがとう。あ、慎吾の大事な話は？いや、実は大したことない。重大発表じゃないの？それ嘘だよ。嘘なの？うん。ちなみに何だと思ってた？私は彼女できたとかの報告かと思った。え？慎吾はモテるから。今だから言うけど、私ちょっと慎吾のこと好きだったな。でもなんかずっと友達的な感覚だったし。もし仮にさ、今そいつと別れて俺と付き合えって、そう言ったらどう思う？それはないかな。そうなの？うん。もう彼氏いるし、しっかり告白もしてくれたから、今更彼氏は裏切れない。そうだよな。慎吾も私のこと好きだったり？違うよ、あくまで仮の話だよ。だよね。びっくりした。じゃあな、ミサ、彼氏に大切にしてもらえよ。うん。慎吾に彼女ができたらすぐに教えてね。おう。数時間後、葵、卒業おめでとう。桜、無事散りました。卒業おめでとう。どういう意味？ミサ、彼氏できてたわ。しかも数日前に。やらかしたわ。俺のこと好きだったって言われたから、ダメ元でその彼氏と別れて俺と付き合えるって聞いたけど、彼氏は裏切れないから無理って。どんな相手なの？それが春から大学生のイケメンだって。大学生？塾で知り合ったんだって。しかも悲しいのがさ、その男をそんなに好きじゃないってこと。向こうからずっとアタックされて、それで許して付き合ったってさ。そうなんだ。しかも告白 OK もらった瞬間、その男にキスされたらしい。絶対そういうの慣れてる男じゃん。なんかショックというか。わかるよ、慎吾の気持ち。失恋の辛さは一番よくわかるから。そうだよな。でも葵の方が全然すごいよ。俺は告白すらできてないから、
もっと前に告白していたら、そんな後悔を今毎秒してる感覚だよ。シンゴ、あのね、シンゴ、今はミサを忘れられなくてもいい。まだ私のこと好きにならなくてもいい。でも私はずっとシンゴのことが好き。これだけは覚えてて。葵、どうしても辛い時は話聞くし、寂しい時は抱きしめてあげるよ。私のこと精一杯利用して。それでいいのか、葵は。私はシンゴといられるだけでいい。それだけで幸せだから。そうか、ありがとうな、こんな俺に。うんうん、シンゴだから好きなんだよ。ちょっとだけ時間くれる？うん、いつでもいいよ。ありがとう。大好きだよ、シンゴ。後日談。こんばんは、シンゴです。この数日後、葵と付き合うことになりました。この崩れかけそうな精神状態を葵は毎日のように励ましてくれました。正直その姿を見てると、好きというより付き合わないとダメだなって思いました。もちろん葵のことは好きです。リサのことは忘れたつもりです。でもそれは目の前にいないからですよね。もし目の前にミサがいたら、判断が鈍っちゃうんでしょうか。こんなことを思いながら葵と付き合ってる僕はダメなんでしょうか。